こんにちは、皆さん、マイクです。今回はナツミンが新型ジムニーを試乗したので、その模様をお伝えしたいと思います。やっぱり新型になってから女性のオーナーが増えたということで、非常に販売の方が好調だということを販売員の人がおっしゃっていました。はい、ご覧の通りですね、四角いデザインというかね、無骨なデザインですね、ジムニーらしいと思います。はい、で、座高が高いとですね、四隅がはっきり見えます。これ、はっきり見えるのはですね、ランドローバーの初代レンジローバー、2代目のレンジローバー、3代目レンジローバーの、見切りの良さっていうのも相まってですね、非常に運転がしやすいということで、クロスカントリーの車においてはですね、この見切りの良さというのが一つのポイントになってきます。ランドローバーはですね、私大好きですね。初代から2代目にかけてですね、レンジローバーを所有してた時があったんですけども、もうオフロードでですね、そういう車を走らせますと、この見切りの良さっていうのがすごく重要になってきます。もう走りはですね、至って普通の4輪駆動車のジープのような乗り味っていいですかね、ちょっと多少のゴツゴツ感は当然あります。サスペンションですとかタイヤのセッティングによってですね、乗り心地よりもどちらかというとアクロ走破性を重視したセッティングになっているということであります。で、最新の先進装備でですね、衝突安全機能ですね、自動ブレーキみたいなのがこのグレードでは標準装備でついているということですね。オートエアコンで、もうターボ車ということですけども、ターボをあまりね意識しないような作りになってるみたいですね。スポーツカーのそれとはちょっと違うターボのセッティングということで、乗りやすさ重視のターボのセッティングになってるみたいです。実際の街乗りのですね、燃費はですね、今データが出てましたけど、1リットルあたりですね、11キロから12キロぐらいが、オートマチック車でのほぼその平均値だということでなっています。カタログではですね、もうちょっといいはずですけども、実際の所有している方たちのデータを取ってみると、どうやらその11から12キロぐらいの間で落ち着くということですね。高速道路を走ればですね、当然もうちょっと燃費は伸びるはずですけども、日産のルークスですとか、それからダイハツのキャンバスですね、ちょっと重たい仕様になってるんですね。スライドドア式ですね、ああいうタイプに比べるとですね、やっぱり燃費は悪いですね。燃費をどうのこうのという車ではないので、一応11とか12であれば1000台のオートマチックから3速ですかね、3速オートマチックからすればそうね、リッター8ぐらいだったっていうふうに記憶しておりますので、それに比べれば今のオートマチック車の方は燃費がかなり改善されているということですね。で、これこの車がちょっと魅力的に感じたのは、走りはさることながらですね、4輪駆動車としての性能はピカイチだと思うんですけども、アウトドアですね、日常のアウトドアで使い勝手がいい作りになっていると思います。これがタイヤハウス、後ろのタイヤハウスがそのまま肘掛けみたいな感じで使えるようなんで、位置にセッティングされてますね。これもなんかちょっとユニークですね。で、後ろの窓はですね、はめ殺しということで、換気とかも全くできません。はい。まあ、オートクルーズですとか、もう本当にオートでですね、いろいろヘッドライトがついたりですね、そういったものもついてますので、まあ、今風の装備になってるみたいですね。やはり女性が運転しても見切りが良くてですね、いい個体になってますし、で乗りやすさも、まあそんなにゴツゴツとですね、ひどい感じではないみたいですね。運転してる限りではですね、そんなにまあ、あんまり悪くないようなその乗り心地だったっていうことを言ってましたね。後ろの席に座っててもですね、そんなに突き上げ感がなくですね、うまく処理してるかなっていう風に。まあ、そのあたりもですね、鈴木自動車のですね、まあ、車の作り込みっていうんですかね、そういうのも後ろの席向けにですね、まあ、乗用車登録なので、5ナンバーなので、後ろにも乗るっていうこともやっぱり考慮して、サスペンションの方も多少味付けがなされてるのかなっていう、そんな感じが見受けられました。はい。まあ、車自体のですね、耐久性はもう間違いなくいいと思いますので、まあ、納期が1年ぐらいかかるということなので、どうしても手に入れたい方はですね、早めにキャンセルをしてでも、もう全然問題ないみたいなので、とにかく早いうちに予約だけは入れとくといいということですね。女性のオーナーが増えているってことは、この車を運転した女性たちからすると、もうやっぱり納得のできる車、で外観もですね、かっこいいとかいうよりもかわいいっていうふうに言われてるみたいですね。まあ、無骨なデザインが、質素剛健のようなデザインがですね、今女性たちからしてみれば、フェミニンで丸っこい可愛らしいデザインと同じぐらいですね、魅力を感じているっていう、そういう時代になってきたのかなって思います。はい。で、セールスとしてはですね、5速よりオートマチックが圧倒的に多いということで、そういうふうにおっしゃってました。で、今これは車中泊ができるかどうかってことをですね、ちょっとやらせていただいてるんですけども、こんなような形で運転席も助手席もですね、オールフルフラットになるってことでですね、この上にですね、まあ、マットを引くなりすれば、まあ、大人2人が普通に寝れるということですよね。まあ、荷物はですね、室内庫もまあまああるもんですから、上から網かなんかで吊るしたような感じでですね、荷物は上の方に収納したりから、あとシートの下もですね、多少スペースがありますので、まあ、ちょっとバッグ類やなんか貴重品みたいなのをですね、なんか入れてできるそうですね。まあ、ちょっと面白かったのが、まあヘッドレストをね、しまうところが全くありませんので、まあ、その辺はまあ、枕にして使うとか、ダッシュボードの上に置いたりして、こんな感じになりますね。ちょうどですね、シフトノブやなんかがあまり干渉しない位置に来るので、これもやっぱりかゆいところに手が届くですね、設計になってる、偶然だと思いますけども、で運転席、助手席はご覧の通りですね、バケット式になりますので、かなり横揺れに関してですね、体のホールドがうまくできるような感じですね。際私は乗ってみました。身長がですね173前後ぐらいですので、こんな感じですね。頭にはかなり余裕がありますので、まあ、助手席はいいですけど、運転席の場合はチルト式ではあるんですけども、ステアリングが邪魔になるので、まあ、実際寝るとしたら後部の方に頭を持っていくような形が、まあ、実情的なのかなっていうあれですね、そんな感じになりますね。車中泊もできる、アウトドアでガンガン使える、で丈夫な車、モデル電池のサイクルが長いとか、安全装備は完全についてますので、すごい魅力的な車でした。どうもありがとうございます。